いやー、素晴らしい。本当にいい相撲でした。はい、皆さんどうもこんにちは、アミタです。もう先ほど朝の山6日目の相撲がありました。今日の対戦相手はローガということで、同じく5戦全勝同士の対戦です。昨日の動画でも言いました、ローガも白鵬みたいなので、白鵬対朝の山ですと。これどっちが勝つかわからない。今のローガめちゃめちゃいいという話しました。今日の相撲はね、本当にもう全部を通してこの今までのベストバウトなんじゃないかぐらいいい相撲でしたね。はい、まあ、最初から振り返っていきましょう。まあ、結果として朝の山が勝って6連勝としたんですが、ローガね、やっぱ強いわ。うん、立ち合いで同じ右四つ同士どうなるのかなと思ってたらバチッと組みましたね。ただいい体勢作ったのはローガの方でした。ローガは早くに両方回しを取り、朝の山は上手が取れない右の下手だけという体勢で、いい体勢を作ったのはね、ローガの方でした。まあ、そっからはね、ローガも朝の山の攻めに耐え、朝の山やはり大関ということで片手一本でもガンガン攻めてきます。ローガはね、自分からはなかなか攻めれなかったんですが、ただいい形を作り、粘りね、時折動いてチャンスを作りましたね。うん、朝の山を振り回したりとか、まあかなり本当に四つで五分あれだけ相撲を取れる重量力士、いやすごいなという思いましたね。うん、まあそっからはね、朝の山がやっぱ自力でグイグイとね、徐々に崩していって、でローガがやっぱね少し疲れてきて、もうこのままじゃまずいと思って、多分一気に出ようとしたところをね、すかさず朝の山見逃さず、そこでそれまで片手一本だったんですけども、ローガが体をグッと寄せてね、この相手の反対側の腕が隙が空いた瞬間にパッと差し返して、そして最後はもろ差しになって寄り切ったと。素晴らしい。朝の山ももちろん素晴らしいんですが、ローガを褒めたい。ローガね、めちゃくちゃやっぱ強いわ。うん、朝の山相手に、朝の山の得意な右四つでこれだけ相撲が取れるっていうのは本当にね、力があるんだなっていうのを感じましたね。逆に朝の山はやはり右四つ自分の形になればまだまだというか、もう全然ね、強いよと、俺は元大関だぞという、まあ、そういう貫禄の相撲で、本当にね、お互いの良さが出てね、素晴らしい相撲でした。もう本当にもう自分で思った、終わった瞬間ね、拍手しちゃうぐらい素晴らしい相撲でした。本当にね、どちらも褒めたい、そんな相撲です。ただこれで朝乃山は6連勝、ローガは1敗となってしまいました。まあこのまま朝乃山優勝かな。はい、そんな感じです。アディオス。